株式会社ユニヘアーは、かつて存在していたカツラメーカーである。元々の称号は株式会社アデランスであり、アートネーチャーと共に、日本のカツラ業界をリードしてきたが、2007年9月に、会社分割により、当社が行っていた事業を、同名の事業会社である、株式会社アデランスへ譲渡し、当社は、持ち株会社株式会社、アデランスホールディングスとなった。その後、 2009年に男性用はアダーンス、女性用はかつての子会社が行っていたフォンテーヌと株式会社アデランスが行っていたレディスアデランスをブランド統合してフォンテインとなりグループで展開するブランドを明確化した。そして2010年9月に事業主会社であった株式会社アデランスとフォンテーヌ株式会社を吸収合併し、 称号を株式会社ユニヘアーに変更した。称号であるユニヘアーとはユニバーサルヘアーの略で文化、言語、国籍の違い、老若男女を問わずに利用できる新しい毛髪を意味している。しかし、新社名が当初の人通りに世間一般に浸透しなかったことや業績低迷からの脱出を図るという観点、創業の原点への回帰という意味合いから、 2011年4月6日に、ユニヘアーは、2011年7月1日付にて、社名を、元の株式会社アデランスに服することを発表した。アデランス時代、アデランスホールディングス時代ユニヘアー時代このほか、北アメリカヨーロッパアジアの15カ国に子会社、関連会社を有する。多額の現金及び、有価証券等の資産を抱えているために、買収の対象となりやすく。 スティールパートナーズ系のスティールパートナーズ J ストラテジック会オフショアが大株主となっている。2008年5月29日の定時株主総会において会社提案の取締役9名の選任に関する第2号議案について再任の7名については否決され、新任の社外取締役2名についてのみ可決された。これは現経営陣の姿勢に反対する。 大株主のスティールパートナーズに賛同する株主が多数現れたためである。この結果、取締役の数が取締役会設置会社としては法定の3名を下回ることになったため、同年8月9日の臨時株主総会で新たに7名追加選任されるまで、会社法346条1項の規定により、従来の取締役が 取締役としての権利義務を保持し続投することになった。創業家などの過半数を保有する株主が反対した場合を除いては、上場会社で会社提案の取締役選任決議案が否決されたのは日本で初めての事態であった。2009年5月には、スティールパートナーズの推薦により、コンサルティング会社の社長であった大月忠夫が社外取締役となり、 同年12月には代表取締役社長に就任した。しかし、大月社長は2011年2月に業績不振を理由に解任され、創業者である根本信夫会長が代表取締役会長兼社長に復帰している。ありがとうございます。